な、マリアうぅ<ー>ベアトリーチェはこれを解いたらどうするって言ってたっけうんこの碑文を解いたらベアトの儀式はおしまいになるそうしたらもう誰も死なない本当にかそういうルールを奴が提示しているだけだろ奴はじいさまの隠し黄金を狙ってるんじゃねえのかおお黄金は最初からベアトのものだよ じゃあどうしてベアとは俺たちにこんなゲームじみたことを仕掛けてきたんだ魔法にはリスクが必要なのリスクどんな魔法にも絶対にリスクや弱点があるのうんないといけないのってことはギャンブルと同じでかく失う覚悟がなきゃでかくは勝てない <laughs> そして勝ち目の薄いギャンブルであればあるほど配当はでかくなる、うんうん、その通りだよ だからこの謎を解けばちゃんと儀式は中断されるだってそれを約束違反したらリスクにならないこれを解けば奴は約束を守る。